皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、お客様からいただいた質問にお答えしたいなと思います。プロテインバーに関するご質問をお客様からいただきました。プロテインバーを食べると太ってしまうんですか？プロテインバーを食事に置き換えてもいいんですか？プロテインバーを食べるならどのタイミングで食べるのがいいんでしょうか？この3つですね、ご質問にお答えをしていきたいなと思います。1つ目、プロテインバーを食べると太るのか。これはですね、必ずしも太るわけではありません。ただし、プロテインバーを食べて太ってしまう方の割合って個人的には結構多いんじゃないかなと思ってます。なので、プロテインバーを食べるときはカロリーに気をつけてくださいというのが、私の回答になるんですが、極論を言いますと、食べただけで必ず太る食べ物というのは世の中に存在しません。どういうことかと言いますと、人間が太ったり痩せたりする仕組みっていうのは、摂取カロリーと消費カロリーのバランスによるものなんですね。めちゃくちゃカロリーの高いジャンクフードを食べたとしても、食べた分だけ運動をして消費してしまえば太ることはないわけなんですよね。逆にですね、ご飯とお味噌汁とお魚、どこから見ても健康的な食事であっても、食べるだけでもうずっとあと寝ていてですね、カロリーを消費しなければ太ってしまうわけなんですね。なので、どういう食べ物であってもそれを食べただけで太る痩せるっていうことはなくてですね、実は食べ物を含めた1日トータルでの食事内容と運動内容によってで太るかどうかというのは決まってくるので、プロテインバーを食べただけで太ってしまうっていうことはありえないので、そこはまず安心していただきたいんですね。プロテインバーね、今いろんな会社から出てますんで、カロリーなんかもまちまちなんですけども、カロリー多いもので300キロカロリーぐらいあったりします。ちっちゃめのアンパン1個分ぐらいですか。それぐらいの実はカロリーはあったりするんで、プロテインバーものによってはですね、お菓子と一緒ぐらいのカロリーがあったりするんですね。まあ、プロテインっていう名前がついてると、なんかね、筋肉つきそうとか健康に良さそうっていうイメージがあったりするんですけども、実は意外と高カロリーなものが多いというのがプロテインバーの実態なので、プロテインを飲むような感覚でプロテインバーを食べてしまうと、おそらく太ってしまいます。健康のためとか、タンパク質を摂るためにプロテインバーを利用している方っていうのを私は多く見てきているので、そういう使い方をしている方っていうのは、やはり他の食事でも結構カロリーを摂ってしまう、でカロリーがねオーバーしてしまって消費しきれずに太ってしまうような食生活をしているケースが結構多いように感じているので、決してですね、プロテインバーを食べただけで太るということはないんですけども、タンパク質補給のつもりでプロテインバーをパクパク食べていると太ってしまう可能性が高いので、しっかりねカロリーのバランスに注意をして食べてみてください。2つ目、プロテインバーを食事の置き換えにしていいのかっていうことなんですけども、正直ね、あまりおすすめしません。本当に朝忙しくてもう何も口にできないとかですね、スケジュールが詰まっていてご飯を食べる暇もない、昼食にねどこかお店に入る時間もない、ちょっとしたこう移動のついでにこうなんか口に入れておきたいみたいな、まあ、そういう非常時のために取っておくようなものだと考えておいていただきたいです。太るか痩せるかっていうね、その体型のことだけ考えると、まあプロテインバーを普通の食事の代わりに置き換えたとしても問題はないんです。1本でね300キロカロリーとして、普通のね定食食べたら600キロカロリーから800キロカロリーぐらいはあるんで、カロリーだけ見たら、まあ、食事の置き換えにねプロテインバーを食べても、まあ、むしろカロリーは落ちるんで体重は落ちやすくはなるんですけど、もう普通のね食事を食べていて取れるような、まあ、野菜からの食物繊維とかですね、ビタミン、ミネラルといった栄養素がプロテインバーではなかなか取れない。まあ、中にはねビタミン、ミネラルが添加されているようなものもあるとは思うんですけども、やっぱりですね、普通の食事で野菜とかお肉を食べて取れるような栄養素がなかなか取りづらいというのが一つ。もう一つはプロテインバーってね結構ちっちゃいじゃないですか。あんまりですね満腹感が得られないんですよね。なので食事の代わりに食べたとしても割とすぐにお腹が空いてしまって、またね何か食べたくなってしまう、ついつい間食をしてしまって、結局ですね普通に定食を食べた分よりも多くカロリーを摂ってしまった
ていうようなケースが結構あったりするので、なるべくこう時間が取れる時はですね、普通の食事をするように心がけてみてください。ゆっくり食事を取る時間もないとか、食事を準備できなかったっていう時の非常食としてプロテインバーをこう持っておくっていうぐらいの考え方でいてもらった方が、健康的にも体重をね管理するという意味でもいいんじゃないかなと思います。最後ですね、食べるならどのタイミングがいいのかということなんですけども、1日トータルでカロリーのバランスとか栄養素のバランスっていうのが体脂肪の増減を決める一番大事な要素なので、食べたいと思った時に、ね、食べてもらえればっていう話なんですけども、強いてあげるんであればトレーニング終わった後が一番いいんじゃないかなと思います。トレーニング終わった後っていうのは体からエネルギーがなくなっていてですね、一番体が栄養を必要としている時なんですね。そういう時っていうのは取った栄養っていうのは筋肉に優先的に送られるので、1日の中でですね、トレーニング後というのは一番太りにくい時間帯でもあるんですね。なのでおやつのようなものというのはなるべくトレーニング後に食べるようにしていただくと、体脂肪の管理というのがやりやすいんじゃないかなと思います。まあ、トレーニングしない日とか、まあ、トレーニングしてない人なんかは時間の、ね、なくてバタバタしがちな朝食とか間食なんかで食べていただくといいんじゃないかなと思います。食べる時間は太る太らないっていうところに関係ないとは言いましたけども、一般的にですね、夜遅くにいろんなものを食べる食習慣の方っていうのはカロリーオーバーして太りがちなので、まあ、食べるんであればなるべく1日の早い時間、午前中からね午後3時のおやつぐらいまでにしといた方がいいんじゃないかなと思います。それではですね、今回はプロテインバーに関する質問3つお答えをしました。まあ、いろんな種類があるんでですね、中には、まあ、プロテインバーと名ばかりでですね、タンパク質は全然入っていなくてですね、お菓子と全く変わらないようなものもあったりします。プロテインバーという、 こう名前に惑わされずにですね、しっかり栄養表示を見たりですね、その他の食事とのバランスを考えたりしてですね、健康的な食生活を心がけるようにしていただければなと思います。それではこの動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。